The Upside Down World of Masahiko Omote 逆さ王国第6話。誰が殺したダイヤ人を前編。2012年12月12日、この日逆さ王国の首都イコイの上空には暗雲が立ち込めていた。だがイコイ湖の表面は澄んでいた。しかも凍結していなかった。イコイ王宮。午前9時、この時刻逆さ王国のチビオは天守閣の最上階でいびきをかいていた。起き上がったのはその1時間半後。チビオは立ち上がるなりあくびを一つした。ほう。それから衛星テレビをつけた。するとアナウンサーの声が聞こえてきた。イエロージャック殺害事件の続報です。昨朝ダイヤ王国の首都カラットのトランプ松林で同国一等家臣イエロージャックの変死体が見つかりましたが、この事件を捜査している同国総合警察は本日次のような発表をしました。イエロージャックの死因は出血死、死亡推定時刻は12月10日の午後9時から午後11時にかけて。アナウンサーは次のようなことも伝えた。イエロージャックは三国一の美男子だった。だがその死に様は無残だった。彼の両目は深くえぐられ、胴体は切断されていた。しかも半身はトランプ松の小銭にかけられ、半身は胴松の付け根に捨てられていた。殺人の現場にはハート印のついた斧が残されていた。同国の警察はその斧がハート王国の一等家臣レッドジャックのものであることを突き止め、昨晩彼を逮捕した。レッドジャックは12月9日からダイヤ王国の迎賓館に滞在していたのだ。レッドジャックはこう述べている。10日の午後9時から12時までピンクテンと一緒だった。ピンクテンは私の幼なじみだ。今はピンク妃の第一召使いをやっている。手持ちの斧は11日の朝に亡くなっていたと。だがピンクテンはそのような事実はないと強く主張している。ところでイエロージャックの懐には一通の手紙が入っていた。それにはこう書かれていた。関浦が呼ぶよ。血の色の男子が死んだ。おお、死ぬ呪い来たるか。犯人はいない。同警察はダイヤ王宮のピンク妃の宮殿が石油殿と呼ばれていることから、今回の事件と関係があるのではないかと考え、調査を進めている。ダイヤ国王のイエローキングはこうおっしゃっている。このようなことになって大変悲しい。一刻も早く真相を解明してほしい。チビオはしばらくの間ダイヤ人について考えた。彼らは薄くて扁平な体を持つトランプ人種に属する。その他に次のような特徴がある。肌の色は黄色、毛髪と瞳の色は黄土色、使用言語は逆さトランプ語である。ダイヤ王国に行ってみようか。そう思ったチビオが窓を開けると歓喜が押し寄せた。チビオは思わず叫んだ。うおーっと。そこでチビオは防寒具を着ることにした。これがあれば鬼に絡もう。たとえへそが出ていても大丈夫だ。チビオは空飛ぶ絨毯に颯爽と飛び乗った。そして天守閣の窓から飛び立った。空飛ぶ絨毯は次第に高度を増し、黒雲を打ち破ってその上空に出た。上空はとても賑やかだった。空飛ぶ絨毯が風を切って進む音はゾーゾーっと聞こえる。空飛ぶ絨毯が反応する音はニーンニーンと聞こえる。やがて空飛ぶ絨毯は逆さ王国の遥か上空に達した。ダイヤ王国のあるトランプ島が見えてきた。しばらくするとダイヤ王国のダイヤ湖が見えてきた。チビオは空飛ぶ絨毯をその湖に向けた。ダイヤ王宮はこの湖の北側にあるのだった。チビオは急降下した。するとトランプの形をした者たちが見えてきた。チビオは降下しながらこう考えた。多分王宮を守るダイヤ人たちだろう。チビオがゆおーっと叫びながら雪原に飛び降りるとダイヤ人たちが集まってきた。ダイヤ人たちはチビオに身分証明書の提示を求めた。チビオはすぐに身分証明書を提示した。だが彼らはチビオを王宮の取り調べ室に連れて行き、防寒具を剥ぎ取った。1時間余りのうちチビオに向かってダイヤ人がこう言った。イエローキング様が面談を望んでおられる。同行するがいいと。チビオはこの言葉に従った。奥の宮殿の大広間。
ダイヤ国王の座は黄色いタイルを張った通路のその突き当たりにあった。通路の両側は黄色い地肌のダイヤ人たちで固められていた。ダイヤ人の案内者が右の男性に手のひらを向け、あちらにいらっしゃいますのがイエローキング様でございますと告げた。それから左の女性に手のひらを向け、イエロークイーン様でございますと告げた。この二人は黄金色の光を浴びてキラキラと輝いていた。そこでチビ王は彼らの意向を褒めたたえた。そうした上で自らの名を名乗り、光あれと叫んだ。するとチビ王の体は銀色の光に包まれた。イエロークイーンがこう囁いた。王様、あのお方はチビ王に違いありません。逆さ王国の王族でなければ銀色に光ることはできません。すかさずイエローキングはうなずいた。うん、わしもそう思うぞ。イエロークイーンはチビ王を見てこう言った。王チビ王様、あなた様がこの国を訪問した理由をお聞かせください。すかさずイエローキングがうなずいた。王、わしもそれを伺おうと思っていたのじゃ。チビ王は丁寧な言葉で来意を述べた。イエロージャックに哀悼の言葉を寄せた後、彼の死の真相を知りたいと告げた。イエローキングは述懐した。イエロージャックが類まれな美男子だったということ、それから優れた忠臣だったということをとうとうと語った。イエローキングは声を震わせた。ああ、イエロージャックに会うことはもうできない。そう思うと胸が苦しくてならん。チビ王は声を上ずらせていった。あ、王様、イエロージャックを殺した人間は一体誰なのでしょうか。そやつはどこに潜んでいたのでしょうか。するとイエローキングは王宮とその周辺に何があるのか、誰がいるのかということを語った。おおよそ次のようなことだった。ダイヤ王宮、奥の宮殿にイエローキングがいる。右の宮殿、キント殿にイエロークイーンがいる。左の宮殿、石油殿にはピンク妃がいる。トランプ松林、イエロージャックの惨殺死体はこの地点で発見された。第一発見者は警備をしていたダイヤ人たち。迎賓館、事件当時、レッドジャックがいた。チビ王は口部屋に行った。イエローキング様、トランプ松についてお聞かせください。それからイエロージャックさんの遺体がその松のどこに置かれていたのかお聞かせください。イエローキングはゆっくりと語った。チビ王よ、トランプ松は江戸松やトド松よりも、それから杉よりもまっすぐに伸びる高木じゃ。その中ほどはフクロウやムササビの住処となり、その先端はカラスの住処となっている。とはいえ赤いカラスはおらん。いるのは黒いやつらばかりじゃ。二つに引き裂かれたイエロージャックの遺体じゃが、その一方はトランプ松の小銭、もう一方はトランプ松の付け根付近に置かれていたそうじゃ。チビ王は両手を掲げてこう言った。そうですか、いや、よくわかりました。それから顔を王妃の方に向けこう言った。お妃様にもお尋ねします。ピンク妃というのはどういう方なのでしょうか。それからピンクテンというのはどういう人なのでしょうか。イエロークイーンは厳かな口調で答えた。ピンク妃はハート王国のレッドクイーン様の腹違いの妹です。私にお子が授からなかったので王様がお迎えしたのです。ピンク妃はこの国に入った際、召使いを2人連れてきました。それがピンクテンとピンクツーです。彼らは現在、石油殿で暮らしています。そうそう、石油というのは赤いカラスのことではありません。実は太陽を意味する言葉です。最後に私とピンク妃の関係について申し上げます。悪い噂がありますが、あれは偽りです。私たちは仲良しです。私たちの間に深い溝はありません。すると突然イエローキングが口を開いた。おい、イエロークイーンよ、身を張るのはやめなさい。本当のことをだね、言いなさいよ。イエロークイーンは血相を変えていった。あら、見えなんて張っていませんことよ。私は敬虔なクリスチャンで破壊主義者なの。だからどんな方とでも仲良くするの。イエローキーンは急に語気を強めた。敬虔なクリスチャンだと？破壊主義者だと？だったらどうしてキント殿に悪魔の像があるんだ。一体どうしてなんだ。あれは悪魔の像ではありません。金色のウサギ像です。金色のウサギ像？ウサギに角があるものか。あれはヤギだ。苦労し身をしたヤギだ。悪魔の化身だ。そうに違いない。なんてことを。次の瞬間、王妃が笑い出した。狂ったように笑い出した。おおほほほほ、おほほほほ、おほほほほ、おほほほほ。
チビオはうーっと長くうなった。それからイエローキングの顔を見ていった。イエローキング様、もう少しお聞きしたいことがあります。犯人についてです。あなた様はレッドジャックが犯人だとお考えですか？イエローキングは顔をしかめてこう言った。わしはレッドジャックを最重要容疑者と考えている。レッドジャックの動機や手口について尋ねるとこう言った。これはわしの想像じゃが、レッドジャックは幼馴染のピンク店に執着し復縁を迫ったのではないか。ピンク店はイエロージャックに救援を求めた。その結果二人のジャックが松林で会うことになった。だがこの面会は不幸を招いた。逆上したレッドジャックが斧を振り上げてしまったのだ。ああ恐ろしいことだ。我に帰ったレッドジャックはイエロージャックの遺体を雪の中や松葉の中に隠した。だがその後に発生した地吹雪が辺りの様相を変えた。遺体を白日のもとにさらけ出したのだ。チビ王は言った。つまり王様はこうお考えなんですね。ピンク天をめぐって二人の男性が争ったと。レッドジャックが衝動的に殺人を犯したと。でも果たしてそうでしょうか。私はレッドジャックを知っています。彼は運動が苦手です。だから梢の高さまで遺体を持ち上げるなんてことはできなかったはずです。たちまちイエローキングの怒号が大広間に鳴り響いた。チビ王よ、そなたはわしに喧嘩を売るつもりか。いいえ、そんなつもりはありません。真相を知りたいと思っているだけです。チビ王よ、外交上の問題について教えてやろう。レッドジャックはだな、ハートクイーンの手紙をピンク妃に手渡していたのだよ。そしてそれにはこう書かれていたのだよ。イエローキングがハート王国の黒い森を密かに伐採したことは遺憾だと。伐採の再開は絶対に阻止してほしいと。だがこの手紙は真実を伝えていない。わしはハートキングの了承を得て黒い森を伐採したのだ。しかも巨額の金を支払ったのだ。ハートクイーンごときにとやかく言われる筋合いはない。そうですか。ところで国王と王妃は12月10日の午後9時から午後11時まで何をなさっていたでしょう。その日の午後9時、私はピンク妃と会っていました。わしは衛兵を率いて散策をしておった。戻ったのは午後10時頃じゃ。それから翌朝まではピンク妃と一緒じゃった。あら、まあそうでしたの。そう言うと王妃は高笑いを始めた。おおほほ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 ほ。交渉は鳴り止まない。ここぞとばかりにチビ王は飛び上がった。イオプという謎の言葉を吐きながら高く飛び上がった。続く。これで全ての情報が提供されました。きちんと考察すれば犯人を言い当てることができます。どうか皆さんもご参加ください。次回予告。名探偵ビッチーが登場。ダイヤ人殺害事件の真相を解き明かします。